こんにちは、庶民派メタチューバーの桜リウムです。今回の動画はハリコ専用の水槽を立ち上げていきたいと思います。前回の動画でハリコ専用の水槽を購入したっていうことをご報告させていただいたんですけども、最後置き場所がないって言ってたんですよね。どうにか部屋のレイアウト調整して、なんとか60センチ水槽をもう一個置くことができました。もうこういうふうにね、今まであった60センチ水槽と横の親メダカを飼っている60センチ水槽スリムの間に新しいハリコ専用の水槽を置くことができました。で、今回はこの水槽の立ち上げについてご紹介していきたいと思います。まずは水槽の中にソイルを入れていきましょう。で、私はいつもこのジェックスさんのベストバイオサンドっていうのを使っています。このソイルの中にバクテリアがすでに含まれているみたいなんですよね。なので水槽の水の立ち上げができるだけ早くできるかなと思って、このバクテリア入りっていうのをいつも使っています。水槽にソイル入れない方も結構いらっしゃると思うんですけれども、私はソイル入れる派ですね。やっぱり水の安定度が全然違うんですよ。やっぱりソイルを入れてるのと入れてないので水の濁り方とかが違いますので、初心者の方は私はソイルを入れた方がいいかなと思っています。あと特にメダカのハリコを育てる場合、水槽の中に微生物がたくさんいるっていう状況を作ってあげることがとても大事なんですよ。ハリコが落ちてしまう一番の原因はガシと言われてますので、微生物をたくさん増やしてハリコがいつでも食べれる状態にしてあげればガシを防ぐことができますので、私はこういうふうにソイルをしっかりめに入れるようにしています。次にヒーターをつけていきたいと思います。で、このヒーターなんですけれども、今は正直使ってませんね。普通に水温が室内で19度から20度ぐらいありますので、それぐらいあればハリコたちも落ちずに育つことができます。で、一応お守りとしてつけてる感じですね。例えば窓とかを開けっぱなしにしておいて急激に水温が下がってしまってハリコが落ちてしまう可能性もありますので、念のため18度の設定にして電源はつけてる状態になっています。で、この水槽を設置した時はやっぱり水温が高めの方がメダカが育ちやすいかなと思ってヒーターをつけようと思ったんですけれども、いろんな人に聞いていると、やっぱり冬場にヒーターをずっとつけっぱなしにすると、高温の状態でつけっぱなしにすると水が傷んでしまう可能性があるみたいなんですよね。そうするとハリコたちに影響が出る可能性がありますので、今はできるだけヒーターをつけずにハリコたちを育てています。次に水替えを楽にするチューブをつけていきたいと思います。で、このチューブ本当に便利なんですよね。コックを先の方につけてコックを開くだけで水が出るようになりますので、私はこのチューブを全部の水槽につけています。基本的にはハリコ水槽って水替えしないんですけれども、やっぱりずっと同じ水だと傷んでしまう可能性がありますので、私は1週間に1回ぐらい、水槽の10分の1ぐらいですね、普通は水槽の3分の1程度の水替えを行うんですけれども、それよりももっと少ない水の10分の1程度の水を1週間に1回ぐらい変えています。やっぱり大きく水を変えてしまうとハリコに負担になってしまう可能性が高くなりますので、できるだけ水質を変化させないように細かく水替えをしてあげるのがポイントになります。この先についているのがコックですね。これをつけてこのコックを開けると水が上から下に流れる導線ができますので、水替えがかなり簡単にできるようになります。ある程度のセッティングが完了したので、これから水を入れていきたいと思います。はい、水がだいぶ入りました。で、これソイル入ってるところに水をそのままジョボジョボジョボって入れてしまうと結構水が濁ってしまいますので、こういう器を上の方に浮かしてそこに水を当てて水槽の中に水を入れてあげるっていうのをおすすめします。この器セリアで売ってますので結構便利ですね。黒いメダカの撮影にも使えますので、私はこの白い器結構いろんなものに対応しています。水が入ったので次はスポンジフィルターを設置していきます。で、これなかなか最初沈まないんですよね。で、どうしたらええねんって思ってたら、これの正解はこうグシュグシュグシュってしてスポンジの中に水を含ませることです。これでやっとスポンジフィルターが下の方に沈んでくれました。最初の方は本当どうしたらいいか分からなかったんですけれども、どうにかこうやって空気を抜くことによって下の方にスポンジフィルターが沈むようになります。で、これかなり大きいスポンジフィルター2個入れたのでボリュームがすごいんですけれども、これの1個小さいサイズも売ってますので、水槽小さい方はその小さいサイズ使われてはいかがでしょうか。そして水温計をつけたら、これでハリコ水槽のセッティング完了です。できました、ハリコ水槽って言ってもなんか
このままでちょっと寂しいですよね。なんか見た目がとても寂しいので、何か入れようかなと思って、私はちょっと昔セールで売ってた石がまだ残ってましたので、この石を入れていきたいと思います。この石入れるだけでなんか、あれ？ちょっと水槽っぽくなったって感じしません？石入れるだけでもやっぱりアクアリウム感がちょっと増しますよね。でもこれでもちょっと寂しいので、外の水蓮鉢に浮いていたこの松藻を入れていきたいと思います。やっぱりね、緑があるだけで、あ、水槽アクアリウムやってるって感じします。本当に緑とこの石、この2つが揃えばなんかこう和風水槽のイメージができますので、あのメダカにとってはすごくいい組み合わせになるんじゃないかなと思います。それではこの水槽の中に張り子たちを入れていきましょう。で、私いつもタッパーで張り子を管理してまして、夏場とかはもう水合わせとかせずにそのまま張り子たちを新しい水槽に入れてるんですけれども、この張り子たちは水温28度ぐらいで孵化したんですよ。で、この水槽が水温だいたい20度ぐらいなので、ちょっと水温差が激しいのでしっかりと水合わせをしていきたいと思います。まずはタッパーに入った張り子を水槽の上に浮かべます。そして15分に1回ぐらいですね、スポイトを使って少しずつ水槽の中の水をこのタッパーの中に入れていきます。で、だいたい1時間ぐらいだったら水合わせが完了しますので、1時間ぐらい経ったらこの水槽の中に張り子たちを入れていきましょう。はい、1時間ぐらい経ったのでこの張り子たちを水槽の中に入れていきましょう。で、この時もできるだけゆっくり入れてあげましょう。急激にドバーンって入れてしまうと張り子たちにショックを与えてしまう可能性がありますので、少しずつ水槽の水が入ってくるようにこのタッパーの中に水槽の水を入れていって、で、張り子たちが自分で水槽の中に入っていくぐらいの気持ちでゆっくりゆっくりと移動してあげましょう。この広々とした水槽でいっぱい泳ぎ回っていっぱいご飯を食べて元気な親メダカに成長してほしいなと思っています。ほんとね、この間の子たち本当にかわいそうなことしました。ほとんどが消滅してしまって、もう本当に悲しい悔しい状況になってしまったんですけれども、今回はね、しっかりとバックアップを行ってこの子たちが大きくなるように頑張って育っていきたいと思います。で、この子たちが大きくなる過程とかも動画にまとめて皆さんにご紹介していきたいと思っています。これからのサクラリウムチャンネルの動画もお楽しみに。はい、張り子たちが移動完了しました。元気に泳いでくれてますね。しっかりとこの後餌とかを与えてこの子たちを大きくしていきたいと思います。横から見るとこんな感じですね。見えますかね、小さい張り子たちがしっかりと泳いでくれてます。あ、嬉しいですね。しっかりとこのまま元気に育っていってほしいと思ってます。この動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。このチャンネルはメダカ飼育に役立つ情報をこれからも発信していきますので、まだチャンネル登録してないよっていう方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画もお楽しみに。またね、バイバイ。